こんにちは。今日はくるみの入ったシフォンケーキを作ってみました。米粉を使ったんですが、米粉はなかなか膨らまないのでベーキングパウダーとかを使うんですが、今回は卵白を5個で作ってみました。いつものように卵黄生地を作っていきます。今回のお砂糖はきび砂糖を使ってみました。いつものように米油は3回ぐらいに分けて加えて混ぜていきます。今回の水分量は 50cc 使ってみました。練りくるみはなくても大丈夫です。練りくるみの作り方は概要欄に貼っておきます。お正月とかにくるみ餅を食べる時とかに見て作ってみてください。美味しいですよ。メレンゲを作っていきます。濃厚卵白と水溶性卵白を切るようにして混ぜていきます。ボウルを傾けて回しながら冷気がまんべんなく卵白に当たるようにして混ぜていきます。ふわふわしてきたら1回目のきび砂糖を加えて混ぜていきます。この状態ではまだ早いので、もう少し混ぜます。これくらいの状態になったら、黄身を整えていきます。薄力粉をまぶすことによって海苔の役割をしてくれます。下にくるみが沈まないように全体に散らばるようにしてくれます。メレンゲを3回に分けて
加えて混ぜていきます。3回目はメレンゲの方に生地を入れて混ぜていきます。今回は卵白を5個使っているので量が多いです。くるみは3分の2を混ぜて、あとは上にトッピングしていきます。型は浅井商店さんの17センチトール型を使っています。米粉なのにいい感じに膨らんでくれました。くるみ餅みたいで美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。